さんの生徒からの依頼、パフュームニューシングルクリンクリンを研究せよ。はい、7月の16日にリリースになるパフュームのニューシングルクリンクリン、本日ラジオ初オンエアしたいと思います。もう今すぐにいい音のヘッドフォンを用意して。そうだね、ね、ちょっと待ってよ。かじゃあ環境整えてもらおう。その間にあの予断しておきます。うん、曲の話とか、曲の話、予言が当たったね。予言、あ、そうだ、やっぱあの人すごいんだよ。先週の占い師、先週の予言だから言ったでしょ。占い師だ、来た、来た、大丈夫だって。大丈夫だった、大丈夫だった。あーちゃん、あ、すいません、あーちゃん出してください。はい、あーちゃん、ちょっとなんでかさ、私が言おうとするときにさ、うん、聞けないんだけど。え、何だろう、不思議だね。でも予言されたの、ね、今日流れるって言ってたじゃん、なんか二人がさ、うん、流れるんだってって。本当に大人の OK 出たんだね。流れるよ、早く聴いてほしかったんだよこの曲。そうだね。どんな曲？オリエンタルな雰囲気の、ちょっと涼しげな印象の曲かな、だから要は夏っぽい。で、歌詞はよくわかんない、うん、最初聞いた感じではよくわかんない、不思議な単語がいっぱい出てくるから、それをこうまとめるのは難しい。人も、そうだね、どんな曲どんな曲か、そのやり手の DJ みたいなの振って急出ししてくれるちょっとね、オリエンタルな感じはそうなんだけど、首を横にしたくなる感じ。あ、クイ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 って横っていうのも、ルンルンな感じじゃなくて、あのミワちゃん的なやつね。そうそうそう、ドリカムのミワさんみたいなね、横にクイクイって動く感じとか、あとは万華鏡の中みたいな感じ。わかる、キラキラして迷い込んで、ちょっとドキドキする、けど癖になるみたいな感じの曲。そうだね、なんかきらびやかな、華やかなイメージ、これはね、ぜひビデオも一緒に見てほしいな。見てほしい ね、もうちょっとだけね、まずは曲ね、まず曲聴いてもらいましょう。パフュームでクリンクリン。聞いていただきました。どうじゃった、もうこっちはノリノリです、ノリノリです。ドキドキしちゃう、なんか。そうじゃね、コーラスはいっぱい撮ったしね。そうなんよ、うん、実はその裏側でハーとか言ってるのも全部今回初めてと言っていいほどね、生でうちらが音を取らせてもらって、だからなんかさ、そういうハモリのとこにも愛情を持てるってさ、ね、嬉しいね。嬉しい。じゃけさ、それをさ考えたら、詩なんか書いてる人なんかものすごいさ気持ちあるじゃろうしさ、曲なんか書いてる人なんかものすごい気持ちあるんじゃろうなって想像しとる。まあ新曲じゃけんね、この曲が多分私たちの、あの一番の表題曲みたいになっていくと思うから、だから今年いっぱい歌っていって聴いてもらえる機会もたくさんになると思うけん、みんなに好きになってほしいな、ね、たくさん聴いてほしいです。感想とか書いてほしいね。あ、そうじゃね、掲示板にまた書いてもらおうか、ぜひ書いてください。待ってます。Perfume Lux Starring Perfume。 皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。もう少しで終わるパフューム辞典を研究せよ。わぁ、またやるのか。パフューム辞典残り10だ。もう10個、この間14だったんだよね。そっか、4つしかいかんかったから。そう、全然4つしかいかなかったの。あれで、頑張れば今日中に終わるはずです。頑張ればだね。頑張りましょう。え、ゆから、ね、いや、ゆようのゆから。ちょっと待って、何、最初のあを始めたのは2009年なんだって。2009、5年越しの研究。マジで、ちょっと研究終わらなすぎじゃない、ね、5年間で50個もできてないの、てかこれ研究って言っていいの、大丈夫なんかちょっと恥ずかしくなった。でも早く辞典作って見直したいね。確かに、あから分かった。また添削作業する、うわー、もう終わらんじゃん。ほら、辞書ってそういうのよ。そうよね、そうよ、辞書常に更新されとんねん。15年かかるんだから1個作るのに船を編む読んだでしょ。船を編む読みました、ね、見ました、見ました、映画ね。で、今日はゆからんまで。ゆゆか、ゆゆ、もうゆかって言ってるから
私もちょっとドキッとしたよ。ゆかって歌ってるけど、マッチが私のこと呼び捨てにしたの。ゆかちょっとときめいちゃった。ゆかみたいなことでドキドキしちゃう。そう、この間さ、ゆはゆかいるじゃんって思ったら、うん、カーも歌詞ゆかやってるんだよね。そうなの、そうなの、そうよ。だからこれ堂々巡るよ。うん、だからゆは別で考えたいね。うん、考えたい。ゆとり世代。うわ、うわ、そうだね。いや、じゃけよく言われるよ。ゆとり世代撲滅。なんなの、そんなキャンペーンしたことないじゃん。これまで。だからといって、うん、あるある。ゆとり持ってんだよみたいな歌詞がよく言うじゃん。ないないない。ゆとりだからって、うん、ゆとり世代って言葉に甘えんなよってことね。そう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 。そういうのある。そう、わかる。それによって納得されちゃうところ、そう、普通にしてんじゃねえって。うん、もっと頑張れよっていうのあるけど、うん、私たちゆとり世代の中でも全然ゆとりない方だったよね。そうだね。ゆとりなかったね。毎日レッスン、学校、深夜帰ってきて宿題して、うん、2時ぐらいに終わって寝て、うん、7時に起きて学校行って、うん、すごいスケジュールだよね、うん、ゆとり世代なんて言わせない。あ、言わせない。だからそのゆかちゃんの熱さがそう、気持ちで含まれてるってことですね。いいですよ。でも土日休みになったの多分うちらの世代ないよね。そうよ、土曜が3時間だけ。そうそう。でも土曜行ったよ。行った記憶あるでしょ。行ってた行ってた。土曜日、小学校はあった。午前中みたいな、うん、ゆとり世代なんて言わせない。このペン書きやすいな。好きだよね。毎回言ってるよ。声書きやすい。もうサラサでサラサラっと。よっよっよ。単語なんだよね。なんか今日文ばっかりでしたか。え、出た。喜びはみんなで分け合いたい。何今日どうしたの、臭いね。なんか熱くなってくね。今日どうしちゃったの、うん、どうしちゃったんだろう、やめよ。いいね、そういうゆかちゃんの。でも好きよ。そういうの好きだよ。喜びはみんなで分け合いたい。ちょ、採用すんの。喜びはいやだ、なんかちょっと最後の方だけすごい臭い話になっちゃう。分け合いたい。誰も大事、分け合いたいよ。そういう精神でやってきたもん。うん、そうだよね。いいよ。ラ。ちょっと誰か出して。ちょっともう。ラスク。ライドンタイム。あー、懐かしい。ライドンタイムにしよう。マックス。かっこマックス。かっこマックス。いいの？で、なんか、なんで、いいの？なんかで、オッケーみたいな言うときに。ライドンタイム。流行った。そう、それそれ。それのこと言ったんかと思った、私。流行った、流行った。そうじゃろ？オッケーはライドンタイムだから、ライドンタイムはオッケーにする。そうだ。いいよ。ライドンタイム。ねえ、わかるこれ。ライドンタイムってどういう意味？なんだろうね。ライドンタイム。時間に乗るってなんだろう、ね。イコールオッケーでいい？イコールオッケー。流行った。うん。リ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 クライニング。いや、私本当に車に酔うからさ、リクライニングに関してはもうすごいこだわりがあるのよ。うん、でリクライニングにはこだわりあり。あり。早いぞ、いいぞ、いいぞ。いいよ、いいよ。リクライニングにはこだわりあり。ル。ル。ルはね、ル。うん、ルージュの伝言。ルージュの伝言。懐かしい。あの日ってやつでも見てたやつだよね。そう、出てない。うちら発表会の出し物でお姉さんたちが歌っとって、うん、いっぱいイベント出る気羨ましかったよね。羨ましかった。でもそれだけ。ルルルーマニア。いえ、全然行ったことない。ルイジケさ、しりとりとかルーレット、うん、やるときさ、絶対ルビー言ってるよ。出る。ルビー出る。何あるかな。ル、ル、ル、ル。ルー。ル飛ばそうか。ル飛ばそう。レ。飛ばそう。レ。レ。レレレのおじさん。レレレのおじさん。レレ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 ってある。レ。だからレンコンが好きよ。レンコン好き。うちらレンコンめっちゃ好きじゃん。レンコン。レンコンめっちゃ好き。え、どうする。レンコンだけだとちょっとわけわからんよ。好き。レンコン。レンコンって好きにする。レンコンって好き。ロ。ロ。ロックな魂。ロックな魂。なんで今日すごい恥ずかしいよ。言ってちょっと恥ずかしいみたいなやつ言うよね。いいよ、ロックな魂。いいよ。だってさ、やり逃げ精神とか言うじゃん。うん、そうだね。あ、それって嫌だった？
あ、山本志郎だ。何ロックな何魂魂いや、あんたが言ったでしょ。魂ね。そうだよ、早くからさロックのフェスに出してもらって、ね、全然ロックじゃないのにって言って、うん、そうだよ、アイドルだったのに ね、 ね、全部アウェイだったのに、うん、でもさ、ロックっていうのはもう気持ちだった、そう、うん、精神だ、精神論だ、魂、精神にする、うん、今や、いや、魂、あ、魂でいい、魂、うん、魂がどうしても気に入っちゃったよ。気に入っちゃった、この人やっぱ私が出すとこんなことになっちゃうからやめよう。いいよ、いいんだよ。わ、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 わ3本中田さんのやつ、そこにはさ、こだわりないじゃん。あ、中田さんの歌唱より、そうそう、中田さんの歌唱より和3本じゃん。それ違う、中田さんのじゃなくて、中田さんのご両親がいつもライブに来てくれる時に持ってきてくださる、あの菓子折りが中身が全部和三盆。ねえ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 、それさ、すごい説明がいるな、説明が必要なんだ、注釈が多いね、うん、注釈が多い、和食が好き、あ、好き、好き、好き、和食にしよう、和食が好き、うん、だって中華より和食だよね、これってもうほんとすごい辞典になりそうじゃない、だけど大体これでわかるよね、わかる、うちらがわかる、で、レンコンとかいっぱい差し入れてもらったら超嬉しい、超嬉しい、だからこれさ、新入社員の人にまずこの辞典を渡すんだよ、いいね、厚かましい、厚かましい、恩着せがましい、そうか、いけ、そんな渡したら気使うけ、和食が好き、いけ、ボーがあるよ、ウォってどうしたの、ウォ、和音のウォ、ウォ、え、ウォから始まる言葉なんてないよ、ダブルでしょ、わあ、そっか、難しいね、ウォウォウォ、言うと思った、あったダブルウォでしょ、だってでいいんだもんね、イエ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 イ、ウォ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 、もうそれですわ、イエイエイ、あと1個なのに、あと2個よ、ま、ルートンだ、あ、いけん、ルン、わ、飛ばしとった、あ、ルートン、ルートンでルンルンルンにする、ダメちょっと離れすぎかな、離れてる、今回の曲でね、クリンクリンの中でいったね、8個いったね、すごいよ、あと2個、そうじゃん、え、完全に近づいてきたらまたそれはそれちょっと恥ずかしい、恥ずかしい、読み返すことになるんよ、読み返すの恥ずかしい、次回あと2個です、はい、ね、じっくり考えよう、はい、うん、ということで、パフューム、ね、ね、自分のグループ名だよということで、パフュームロックス辞典残り2、痛いから